死に方教えたら生き方を教えたら分かるんだ、トダ俺の宣言いいだろう、疲れたんって言われてありがとうございました結局襲われてない自分が撃っただけね。そうそうで、その結果はダメだ、撃たれたの逆転スリーね。で、まあ、まあその後で、まあ、デブがまあ楽天行ってコーチやって監督までやったと。これ監督の時どうやったの、なんかいろいろやっぱり楽天ってそういうななんかね、いろんな噂聞くけども、あの、まあ、一番言えることは今どの球団も球団が管理する部分って多々あります、はいはい、ありますね。育成にしても、もう日本ハムなんかも最たるものです。そうですね、この選手を使いましょうって言ったら、その育成システムで何千打席、まあ、大体みんな2000なんですよ。ピッチャーだと150から200イニングをファームで放らして、このまま契約をするのかしないのか決めてるんですけど、まあ、そういうシステムがあるから、まあ、楽天の場合は、どうしても三木谷さんっていう人がこう名前が出ちゃう人じゃないですか。で、三木谷さんも考えてて、チーム戦略室っていうのがこうあるんですね。東大の先生も入れる。だ結局みんなアソボーズとかデータスタジアムからデータ取ったりとか、うん、下敷きもあると思うんですよ。そういうところの社員を球団が取ってみたり、うん、で今ロッテにいるあのナメキなんてスコアラーも天才ですからね。もともとデータスタジアムにいたのかな、アソボーズだから。天才ですよ、スコアラーとしては。プロで野球やってないのに。そういうものを戦略室である。だから簡単に言えば、その当時だとペーニャ、あペーニャね、あレッドソックスかなんかでも、まあはいいたね、いい選手だったでしょ。でオリックスでもやって、ソフトバンクでもやって、うん、三振もいいけど当たったらもうやばいぐらい飛ぶじゃないですか、はい、でペーニャは実はみんな怖がるから出塁率はいいんですよ、うん、だけど得点圏打率が2割になっちゃうわけですよ、うん、出塁率4割5分ぐらいですよ、うん、得点圏2割の人は普通出塁しないじゃないですかってことフォアボールが多いと。そうだね、それを2番に置いて出塁率は悪いけど得点圏打率が高いんですよ、はい、4割近くある、はい、じゃあ和夫4番に行けばいいんじゃないっていうのの指示は来るわけですよ球団として。いやそれ現場でさ、デーブがやっぱり見て、いや今日こいつ4番でっていうのはそういうのはないんだ。ありますよ。それが通るケースと、うんうん、まあ、コーチ陣とまず打撃コーチがメンバーって決めてくるんで、コーチ陣が決めて、そうです。でコーチ監督に持ってきてサインするかしないか、うんうん、でこれちょっと変えようやとかいうそういうのはあるわけだね。もちろんあります、うん、で橋上さんがヘッドコーチがこう、うん、うまい橋渡しをこうしてくれてたから、はい、球団の戦略とデータと照らす、でバッティングコーチのと照らす、意見を合わせて俺に持ってくる、はい、と大体出来上がったもんなんです。そうだね。そとこう、まあ、サインして、うん、マネージャーにサインしてそれが決定でこうなるんだけど、突然変わるケースありましたねスタメンの発表のギリギリによく言われてるよね、いろんなところでね、試合前までは完治していいんで試合中は外部からの連絡はダメですから、ね、はい、みたいなあれ決めたのにみたいなキャッチャー島の予定がよ戸籍になってんぞみたいなそれなに本当に現場も知らない時あるんだ、急に変えられるっていう。そう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 、だからもうギリギリですよね。そうだよね。だからいやけどそういうのもサインしなきゃいけないもちろんしますね自分のキャッチャー島やもんね、戸籍変わったらびっくりする、戸籍だよって監督これになりましたね。分かるんですよ、気高でしょそれって本当はどうなんだろうね。まあ、だそこが現場のあれはほとんどだから意見は入っていかない。最初は現場と戦略室の意見で交換してやってるからいいんだけど、最後何かひらめきもあるじゃないですかあこれ球団にも。あとそのサンチェスだったかな、元メジャーかなんか連れてきたんですけど、キャンプの初日に右ばっかり球打って、俺から見ればアメリカってジジアとかコーチが投げるから球いるじゃないですか、はい、日本ってこうペッ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 速いボール投げる、速いボールいるじゃないですか、俺絶対振り遅れにしか見えてないですよマネージャーと。スキッパー俺はね、いつも右打ちから入るんだよ。そうですか、1年右打ちで終わったんですそれがもうこいつ使ってたらもう勝てねえよって、なんだろう日本人の絶対もう脱いでるわみたいな思って、でももう無理だってなって、球団にもう変えさせてくれって言ったら、あと150打席やってくれ、打たせんなみたいな、終わっちゃうこのシーズンっていう戦いはありましたね。楽天のそれって結構いろんなとこから聞くから、そうただ、うん、あれメジャーはそうなんですよ。あメジャーもうメジャー普通なんです。だから悪くないんですよ、我々の感覚に合わないだけで、まあ、日本が今それやってなかったから、ね、そうそう我々の今日本の当たり前にはまってないだけで、メジャーは当たり前なんですよ、まあ、それのとこはやっぱりみんな知らないから、そうそうそう、それで拒絶反応起きるけど、僕は今否定してるわけじゃなくて、大谷の使い方でも何でもあれ絶対監督だけじゃないんですよ、うん、多分そうだね、エンジェルスも、うん、スカウトも言ってましたしね、エンジェルスのスカウトの人、うちの会社と契約してもらってるんですけど、うん、タックさんって人も言ってましたけど、うん、だって大谷入った時点でトレードインって言ってましたから、
そうメジャーは、はい、だそのぐらいですこう当たり前なんですよね。まあでもね、本当にあのメジャー見てても次から次、このチーム見たのがなんでここにいるのみたいなのある、ね、そうですね、普通ですよ ね、普通ですよね。 FA するまでにもうトレード出されてるし、まあ、FA したらすごい大金動くからね。そうですね、うん、でしかもその放映権が大きいらしくて、ね、放映権で年俸も払い金、うん、でもなんかイチローはマリナーズに金貸してるって噂もあるぐらいですからねすごいなってどんだけ稼いだよね。そんだけやっぱりアメリカは投資するみたいです。あそれ下の時が言ってましたけど、あの年金も違うんだよね、アメリカって。違いますよね。この下の理論で聞いてください。面白いですよ、あいつのメジャーなんです。マジで、はい、あいつ年金だから自分の定年っていうか年金あいつギリギリ暮らせるらしいですよ。だよね、はい、あれもう10人分割で、普通給料って10人分割じゃん、はい、1年間の、はい、じゃなくて辞めてからももらえるようなシステムってあるんで。そうでしょうね。だからあの人ら 6ヶ月でしか給料もらわないんですって、はい、でそれも2週間に1回ペイが来るんですって。へー、2週間に1遍だからすごいっすよ。例えば20億の契約で、うん、半数それを6ヶ月にして2週間にいくらになると分かんなくなっちゃってまたそれを投資するらしいんですよ、アメリカ人。いやだからやっぱりそういう面ではやっぱり向こうのあれはいいとこいっぱいあるなと思いながら、アメリカにでも行きたいなっていう時あるもんね。そうですね、だから僕は行きたくないんですけど。あ、まあね、嫌いだからね日本が好きなんでただその楽天の方法が、うん、まあ、言いたいことはみんなも認める時代が来てますよってのを言いたいんですね、実は、うん、もうそのアメリカじゃないですか、もともと野球って、うん、ユニフォームの着方もね、今みたいにこうパンタロンとかタンパロンとかみたいにこうそんな結局メジャーがみんなメジャーから来てくるじゃないですか。だからもうそういう時代が来てて、やっぱアメリカのいいところだと思うんですよ、うん、現場は楽は楽ですよね。あ、そうだね、はい、でそれが嫌な人は受けなきゃいいんですよ、観光地監督を。あのヘルメットもそうだもんね、うん、この今あのメジャーですから ね、メジャーからみんなそうなんですよ。まあ、なんで、もともと人工芝もそうじゃないの。あ、そうでしょうね、向こうからですよね、うん、でもアメリカは全部人工芝からまた普通の天然芝に戻していってるもんね。そうですね、日本も戻していった方がいいだろうけどな。そうです、やっぱそのいいとこ、まあ気候もあるでしょうけどね、うん、だからあんまりそのマイナスじゃなくて、やっぱりやろうとしたことをやる欧米の人たちの実際大金持ち多いですもんね。日本の日じゃないですもんね、スティーブ・ジョブズさんって。全然違うよ、ね、多分テスラだかね、モスラだかみたいなそのテスラ ね会社の人たち、すごいお金の話を聞くじゃないですか。だからそういう人たちの考えの資本に持ってる人たちの我々を真似するのは悪いな時代だと思ってるから、三木谷さんとか楽天がやったことっていうのはすごいパイオニアだと思うんですよ、うん、これいつか当たり前になってくるんですよ多分ね、はい、データめちゃくちゃ大事ですもんね。やっぱり最初にやる人でやっぱ勇気もあるし。そうですよね、うん、だから叩かれることだったら絶対あるよね。大体たまにあるのはいいんだけど、うちの練習全部手作りですけど、測んないでやったら年中違ったらやっぱおかしくなりますもんねきちんとデータでそのデータ通りの量で作るから安定するっていう、その中に気候によってはちょっと砂糖が多くなったり、まあそろそろ全然あのそうそうそう、まあ、プロのねチームのね味加減さじ加減はあるだろうけど、やっぱりデータ重視っていうのはもう一番大事ですよね。まあ何してもそうだよね、うん、そうですね、野球してもそうだし料理作るのもそうだし。でもじゃあこう何お店は何立ってんのいるの。いますよ、飯食ってますよ、自分でお金払って。自分で払って食ってんの。もちろん最初から。でもお客さん来るじゃん、はい、あでもじゃあとかで来るお客さん来るじゃん。そうですよ、僕あのいつもレジの入り口のとこ立ってて、はい、でまあ YouTube やりだした頃は適所と言われててチャンネル登録してる人してないと入れないっていう。あ登録し、はいはいはい、そこでさしてから中へどうぞってそれいいね、はい、セクションいいね。どうぞでちょっと考えないかんないうちも僕登録してます、どうぞ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 みたいな今日はじゃあビールいっぱいサービスでやんないですよ何か飲んだものは払ってだって全部自分は払ってんだもんね、自分はね。でお客さんからでもあるじゃん、たぶんね、デブちゃんいっぱい飲んでやそれあんまり好きじゃないんですよ。先輩からはいただくんですけど、後輩からはなんですか、安く帰ってほしいんですよね。その後輩からおごってもらうの嫌いだから、お前年いくつなのって45、ダメ言ってんじゃねえ、俺がおごるようになったから言ってんじゃねえよみたいな。だ自分で払って帰るんです。それはやっぱりもう昔のね、体育会系のね、野球人の体育会系です。まあ本当に今日肉蔵デープさんに、はい、ぜひぜひ、またぜひあのこう貼り付けとくんで、ぜひ。やっと番組っぽくなってきましたね。いやいやもうデーブちゃんやってる場合じゃないよデーブチャンネルもね、ぜひ見てもらって。リサギエスあんまり言いたくないよね、トムデースってね。まあそうですね、自分で言いづらいですよね大したもんだなもうしょうがないタイトルがそうなっちゃってるんだから ね、 ね、 いいね。まあトムデースチャンネルの方もぜひ、はい、よろしくお願いします。ではそういうことで今日はありがとうございました。